今日は気まぐれチャンネルにスペシャルゲストに来ていただきました。サッカー日本代表の三笘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。ちょうどユニフォーム飾られてるじゃないですか、はい、あ、こっちにいる、はい、で、それで三笘選手と同じ事務所っていうのを知って、はいはい、それで東京オリンピックに出場されるって聞いて、はい、やっぱ同じ事務所で一緒にこうオリンピックに出るっていうのすごい嬉しいなと思って、すごい応援するきっかけになったんですけど、それが一番最初です。コメント欄でやりたいと思いました、はい、そうですね、はい、僕も驚きましたね、あの画像が出た瞬間ええと思って、ええと思ってめちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、ですか。そこでじゃあいつか卓球対決しましょうみたいな。そうですね、そう言われたんで僕もやりたくて、はい、意外とまあやってた方なんで。卓球をですか。はい、ちっちゃい頃からやってたって言っても遊びっすよ。あ、はいはいはい、はい、だからファンでもらえれば勝てるかなっていう1点なら取れるかなっていう、ちょっと、はい、絶対怒られるこれ。いやいやいや、大体他の人は、前もこう同じ事務所で桐生さんのチャンネルに出させていただいた時も、はい、すごい卓球はなんか全然簡単だみたいな感じで言われて、ちょっといや、なんかちょっとの自信あるんですよ、やってるからっていう。でも多分もう全部無理なんでしょうけど、このプロの方とかはもう間近で見たことないし、テレビでしか見たことないんで分からないんですよね、スピード感とか。だからちょっとめちゃくちゃ楽しみなんですけど。平野選手の試合とかも、いや、もう何回も見たり、はい、ありがとうございます。逆に平野選手は、はい、三笘選手見ないですよ。私もテレビではあまり見たことがなかったんですけど、はい、この前 のブラジル戦をちょうど誘っていただいて、はい、それで見に行きました。で初めてサッカーの試合を、初めて、はい、なので観戦させてもらって、 それですごい面白いなと思って、すごい規模がすごいなと思いました。あの試合はすごかった。すごかったですよねなかなかないですよね、はい、あの規模は。なんですごいこのお話しさせてもらう前に一回試合見てすごい良かったなと思いますし、卓球だとあんまりお客さんが入ることなかなかないので、すごいいいなって、なんかすごいなと思いました。まあそうっすね、まあ、チーム戦っていうか、まあ11人でやるんで大きさもちょっと違いますし、いや、でもなんか一人じゃないですか、大体シングルスとかすごい見られるじゃないですか、はい。俺だったらちょっとそんな見られない。いや、逆です。逆ですか。なんか注目、まあ分散されるから、サッカーとまだいいですけど、こんなめちゃくちゃ人いる前で、まあ、でも燃えるんすかね、そんなのと。確かに、なんかこうスポットライトが当たりますね。こう当たってる時はアドレナリンっていうのは出るなって思いますけど、逆にこう人一台だからこそ、会場がそんなにすっごい広いところではやったことがなくて、だからこう新国立競技場でなんか競技するっていうのは全然想像がつかないから、すごい羨ましいなって思いました。僕もあんまり2回しか行ったことないですけど、気まぐれチャンネル第一印象、まあ、テレビの中では、まあ、小さい頃からずっと卓球をやって出してるイメージと、結構なんかすぐ笑うなっていうイメージになる、天真爛漫でなんかめちゃくちゃ笑顔なイメージありますね。へぇ、はい、悪いイメージありますね。じゃあ逆にこう平野選手から見た三笘選手の第一印象とかそれこそ事務所で
すごいお話を聞いていたので、はい、まずはなんかすごい強くて、かつ海外でも活躍、はい、日本でも両方活躍されてる選手っていうイメージがすごくて、はい、でもお話だとすごいクールな方だって聞いたので、はい、まあ、そうなんですけど、すごい今日お話ししてみて、なんかこうお話ししやすくて、はい、危ない危ない危ない、入り間違いない危ない危ない、はい、そうですね、はい、誰が言ったんですかね、クールなイメージって。まあまあまあ大丈夫です。ありがとうございます。気まぐれチャンネル。そうですね。結構飛び回る形ですよね。いろんな場所。そうですね。1週間なので基本試合は。なので、うん、クロアチア1週間いて、スロベニア1週間とかですね。じゃあたくさんの国に出るってことですね。そうです、そういう感じですね、卓球は。どこが一番良かったですか。やっぱりこう近い国はやっぱり居心地いい、例えばアジアとかの方がちょっと何て言うだろう、日本に近いのでご飯とか食べれるっていう意味ではいいんですね。ほぼ観光に行けないので、ホテルと試合会場の往復だけなので、そう考えるとご飯が美味しい国が好きです。近いないですね、うん、僕はずっとベルギーいたんで、はいはいはい、1年弱ぐらいベルギーのことしか知らないですけど、まあ、大会とか遠征でいろんな国は行ってますけど、僕もあんまり観光で行ってないんで、ホテルの良さがいいと、ホテルの良さで決まりますよね、その国がいいかっていう、はい、そうです、そうです。え、ベルギーはほぼ住んでるみたいな感じですよね。そうっす、まあ住んでました、家に。あ、家に、はい、っていうか借りてですけど。ご飯とかは1年、まあ、僕は栄養士なんで作ってます。わあ、いいですね、はい、おにぎり作りを始めました。おお、おにぎり、おにぎりですご飯、海外のご飯やっぱり、はい、それこそホテルのご飯しか基本ないので、はい、やっぱり体重がどんどん減っちゃうんですよ、はい、だからエネルギー不足になっちゃうので、最近こう自分でお米と炊飯器持ってって、すごい、はい、でふりかけを用意していただいて、リットさんで自分でこう握って会場に持っていくっていうのを始めました、すごいっすね僕はめんどくさくてやらないタイプさんすごいです。気まぐれチャンネル。オリンピック期間中って他の選手もいました、ね、いなかったです。いなかったです。いないです。入ってないです。入ってない同士なんで、はい、なんかオリンピック感は正直なかったっていうか、うん、観客だったし、結構見てました他の競技。自分の試合前は結構後半まであったので、はい、正直余裕がなくて見えなかったんですけど、はい、なんか終わってからは少し見たりとか、はい、あと YouTube とかで、あ、そうっすね、そうですね、終わって見たりとかはしてましたね。こんな感じですね、僕もハイライトで待ってくるじゃないですか。サッカーも長いんで期間が詰めで、僕もそんな余裕なかったんでもうそんなに見れてないっていう。気まぐれチャンネル。なんかお互いに聞いてみたいこととか、気になってることとかってありますか。何でも、はい、じゃあいいですか。すごいなんか活躍されたいとか、はい、結果、まあ、アスリートなんで出る時も、まあ、出ない時もあると思うんですけど、はい、すごいこう特にこう活躍されてる中で、どういうふうになんかこうさらに上っていうかモチベーションを保ってますか、はいはい、それは僕も聞きたいですけどモチベーションって難しいですよね。難しいです。一番っていうか、はい、なんかそこが来ないと結局なんか、はい、何もやる気がなくてなりますよね。練習、毎日、まあ、練習が基本の生活じゃないですか、はい、だからオフはないんですか。オフはこうコロナ禍になってから結構こう日本にいることが多くなって、うん、それでこう1日オフっていうのがやっとできたんですけど、それまではほとんどなかったです。あっても半日とか で年間に15回ぐらい海外遠征だったので、最近はできるようになって、そこで他の楽しみ方をやっと知りました、はい、メンタルやられますね僕だったら。それきついですね、モチベーション、毎日ずっとってことはない。いや無理っす。うーん
試合数どのくらいあるんですか、年間で。試合は結構ありますよね。20大会ぐらいありますよ、ね、ありました。最近はそれこそちょっと減っちゃったんですけど、普通にこうコロナ前とかは20大会ぐらい多分ありました。嫌ですね。20大会目とかも逆にそこら辺だったらいいですけど、僕に聞かれても教えてほしいんですけど、なんですかね、やっぱリーグとか上に行きたいとかそういうところですかね、僕は。あとワールドカップが4年に1度あるんで、そこは一つの指標になってますよね。そこに出たいっていうことと、日本代表にいつも入るっていうことです。逆に常に日本代表とか入られてるじゃないですか。どういうモチベーションでやられてますか。昔はなんか、なんだろう、もっと自分をこうしてたくさんの方に知ってもらいたいだとか、そういうモチベーション、外のなんていうんだろう、モチベーションで頑張ってたんですけど、結構その最近はオリンピック前だったら、オリンピック終わってからとかは結構それよりもなんかシンプルにこう卓球をもっと極めたいなっていうふうに思うようなモチベーションに変わりました、最近の方が。そっちの方がいいですね、なんか集中していますよ、はい、続けられるかなって思う。22です、はい。そうやられてるじゃないですか。はい。嫌にならないんですか。それこそその時が初めて嫌になりました。今は、ね、結構好きです。はい。ずっとやられやってきたんですか。ずっとやってる。3歳からやってる。3歳。三歳。やってるんで。すごいな。はい。これでも6歳とか5歳とか。ああ、でも早いですね。早いですけど、3歳はまだ。何も考えてない時期だと思う。もう逃げ出されてたんですか。いや、自分からやりたいので、はい。すごっ。卓球場、卓球台があったので、なので、本当こういう感じで、こういう、ここにも卓球台が置いてあるぐらいの感じなんで、生活の一部みたいな感じですね。それは強くなりますね。気まぐれチャンネル。でもシングルスとダブルスで、はい、あるじゃないですか。ありますね。どういう難しさがあるんですか、シングルスが。全然わかんないんですけど、基本はでもシングルスはやっぱ自分が打ったボールが自分次第なので自分なんですけど、ダブルスはこのパートナーが打ったボールを自分が次打つので、パートナーのやっぱり信頼とかどういう特徴っていうのを全部捉えないと次が打てないので、すごいまたそれも信頼関係がすごい大事だなって思います。絶対僕だったら当たりますけどね。当たりそうですよ。いや邪魔やっつってなるんですけど、そういうのがないんですよね。そういうたまにぶつかったりするけど、基本はないですね。ぶつからないようにします。うん、すごいですよね。利き手の関係とかっていうのあるんですか。あ、今だから左と右の方が組みやすいって言いますね。あ、そうです、そうです。こう入れるので、右と右だとこう回らないといけないので。石川さん左です。そうだ、左です。ダブルスで味方選手がめちゃくちゃミスして、はい、ほぼ僕は自分ミスしてない、はい、でも負けるとかそういうあるじゃないですか。あります、あります。そういうなんかもう自分は悪くないのに、はい、ってなるのか、はい、いや僕自分もサポートできなかったからね、どういう切り替えにしたんですか。でも負けるときは大体それこそダブルスだと絶対どっちかが調子よくどっちかが調子悪いって日あるじゃないですか。だからそれが例えば自分もサポートできなかったなって思って、お互い話し合えるペアと多分いいペアになると思う。そこでなんか、おいお前のせいで負けたじゃんってなるペアはやっぱりあまり勝てなかったり、試合中に喧嘩してしまったりっていうと絶対勝てないので、そこがすごいパートナーの信頼大事だなってすごい思いました。はい、直前でそういうパートになると時間もないじゃないですか。そうです。そうすると結構難しかったり、ね、はい、練習もできないと難しいので、練習期間とかコミュニケーション大事だなと思います。楽しさはやっぱシングルスの楽しさですか。いや、両方楽しいです。ダブルスも結構楽しいです。
やっぱ2人なので心強いし、勝つとさらにこう楽しんで、卓球見てて面白いっすよね。すごい嬉しい。カットマン対すごいカットマン対のめちゃくちゃカットしてくるやんみたいな、面白いっすね。毎回状況が変わるんで、2人の関係じゃなくて、そうですね、相手も随時いるし、確かに確かに、もう同じ現象は起きないですよね。でもいかにそういう自分たちの得意な現象を引き起こさせるかとか、そういうのが結構大事になってきたり、個人のところもいかに自分のいい形でボールをもらえるかとか、そういう風にやるのが逆に楽しかったりするんですよ。でもこれなんか聞いていいかわからないですけど、例えば代表だったら、自分は日本代表になりたいんじゃないですか、なんかその卓球だったら自分が勝てば日本代表やし、みんな WC ではライバルなんですよ。でもサッカー選手とかチーム競技って自分がゴールとか活躍したら日本代表になれるけど、でもチームが勝つのも嬉しいじゃないですか。でもその他の選手が活躍して自分はあんまり、例えば今日はあまり活躍できずに、でもチームが勝ったら嬉しいけど、代表選考となるとその選手がライバルです。そういうのはどういうふうに、いい質問しますめちゃくちゃ難しくて、そこがやっぱり僕はアタッカーなんで、結局やっぱでもチームの勝たないと評価されない選手なんで、そこで最大限もなんですけど、海外とか行ったら、僕はベルギーですけど、もう自分のためにプレーしてる選手が多いんで、そこでいかに評価を、負けてもいいから評価を積み重ねてステップアップできるかみたいな選手がいるんで、それはなんかチームスポーツでもあり個人でも戦ってる感じがにじみ出てくるんですよね、あっちだと。だからちょっとバチバチになるというか、いい意味ではこう競争があっていいんですけど、だからあっちだとそういうチームとしてっていうのも結構難しいですし、代表とかも特に、まあでもその試合のに勝てればやっぱりいいんですけど、自分と同じポジションの選手が2点取って僕が0だったら、そっちの方が絶対高いじゃないですか。そこのなんですかね、僕もバランスといかに顔を出しながらチームプレーもするかっていうところが大変で、いいプレーしてもそれが結びつかなければあるし、まあでも全力で自分のいいプレーが出せなくてもチームが上手くなるとき、進むときもあるし、それがもう毎日試合に変わってくるんで、でも結局いろんな選手がチームのためにやってる時の方がめちゃくちゃ強いんですよ。いろんな選手が個人で個人でやると、いい人スポットライト的にはすごいいい選手ってなるんですけど、チームとしては動いてないんで結局評価が下がるっていう、もうチームスポーツの面白さはそういうところにあります。すごい大変ですね。だから前の選手は特にいかに顔を抑えながら、でも出すときは出さないと、使えなきゃ難しいです。仲はいいんですか？ご飯とか行ったりするんですか？代表とか、まあ、仲はいいですね。全然仲悪い人はいないですし、ご飯とか僕はそんな積極的に行きたいじゃないですけど、まあ、近くの仲いい選手とかはたまに行ったりしますけど、でも言うても海外の選手とか集まってくるんで、本当時間もなくて、もうサッカーしてホテルでちょっと飯食べて帰ってってみたいな、めちゃくちゃ密に連携を深めるというのはなかなか難しいんですよ。そうですね。卓球はでもそういうステーカーのところでも卓球の話するんですか？卓球のところだけで話すんですか？結構別なんですか？卓球選手とってことですか？そうそうそう、卓球選手とは意外と卓球の話しないですか？あ、しないんですか？はい、やっぱ自分の考えがこうバレるとか、そうですね、自然にあんまり女子の西のチームの選手で卓球の話は意外にしないです。男子の選手の方がするかもしれないですね。そうなんですね。はい、なんかいろんな違いありますよね。そういうところ、卓球の選手同士でこう、ご飯とか行かれるのか？えー、あんま行かなそうなイメージありますね。
そんな言ってるイメージないっすね。なんか、そこはでも対戦選手としてもそうだし、はい、1個の線はありますよね。そうですね。そこないとはできないと思いますけどね。それこそその石川選手は、うん、ダブルス、オリンピックの時にダブルス組ませてもらったので、はい、その組むってなってから結構コミュニケーションたくさん取れたので、そこからは結構石川さんが行くようになりましたけど、やっぱシングルスだとなかなか難しいですよ。だからシングルスとダブルスって、はい、石川選手もそうですけど相手になるじゃないですか。なります。味方になるんですか。はい、もう感情どう、いや絶対倒したいと思うけど、はい、こっち来たらめちゃくちゃ味方になって、はい、そうです。これはちょっとすごいですね。すごいですよね。すごいですね。どういうなんかあれ、はい、だからもうさっき言ったようななんか感じですか。自分の場を抑えながらでもチーム自分も頑張るし、うん、チームも勝ってほしいっておっしゃったように、なんかそこはすごいなんか本当にフラットなんですか。結構にしないといけないので、もうそれに慣れてるので、チームになった時はもう一緒に頑張ろうってなるんですけど、うん、もう個人になったらもうスパッとその感情を切って で、ね、はい、でライバルとしてもこの選手に絶対勝つってなるので、ある意味ちょっと感情がない、うん、多重人格になりそうですよね。そうです、そうです、はい。最初はこううまくできるかって考えるんですけど、慣れてくると自然に、あ、なるんです、ね、はい、もう割りってできるので、ある意味その多重人格になりがちかもしれないですね。そうっすよね、はい、選手は気まぐれチャンネル、うん、これからの目標今ワールドカップありますもんね。ワールドカップ今年あるんですよ、はい、ですよ、はい、もうそこっすね、うん、とりあえずそこにまず選ばれて、うん、チームの目標を達成することですよね。そこしか見えてないですね、とりあえずは。ワールドカップがどんな舞台なのかとかも分かんないですし、最初のワールドカップとか緊張しなかったんですか。めっちゃ緊張しました。しました。最初のワールドカップで一緒したんですか。そうです。最初のそうですね。緊張して、はい、でもしっかり前日までも緊張しすぎて、はい、全然練習ダメで、はい、もう1回戦勝てればいいやぐらいの調子だったんですけど、コーチにすごい自分をの位置を下げて、うん、相手に向かっていけって言われたら優勝してすごい、そこすごい、まあ、直前ではじゃあもうそんなもう、はい、もういいやぐらいな感じで緊張しますね。緊張しますか。緊張しますね。試合始まったら緊張しないタイプですね。あ、試合始まったら大丈夫です。前がそうそうすごい直前まで嫌ですよね。早く始まると思います。なんかあります、今後の目標ってどう思います。目標、私はパリが、はい、パリオリンピックが代表選考が今もう始まっていて、なので2年間のそのパリの選考ですごい日本のレベルが今高いので、そのシングルスの代表2枠に入ることが目標です。2枠ってやばいっす。毎回ニュースでなんかこの4人、3人から2人にしないといけないみたいな。そうなんですよ。なんでと思っちゃうんですけど。それに厳しいっすね。厳しいっすね。はい、サッカーはいいっすね、人多いんで。いやでも26でしたっけ。26です、うん、でもそれこそ競技人口が、まあそうですけど、日本で2人じゃないですかね。そうです、そうです。日本で、ま、26なんで、うん、まだまだいいです。いやいやだって私の小学校とか同級生の例えばクラス20人25人いたら多分10人ぐらいは将来の夢サッカー選手って言ってません？結構な確率で言いますよね。言ってますけど結局そんなにいないですから、ね、だからそのぐらいの選手を目指してるってことだから、ちっちゃい子競技人口多いですね。多いんですごい狭き門だなって思います。いやそこが叶った時とかって大変になるって聞きますよね。はいはいはい、そう、どこをモチベーションにするのか分かんないっていう。確かに
一個の目標がやっぱりちっちゃい目標と大きい目標があって、ちっちゃな目標が叶うとこう満足しがちになっちゃうので、そこは結構アスリートの難しいところと、もっと上どんどん目指していかないといけないなっていうのはすごい思います。そうですね。十何歳あれでしたっけ、世界選手権優勝してました。世界選手権は優勝してました。ワールドカップ、ワールドカップは16歳で優勝しました。 16? はい、16歳でサッカーで言ったらどういう感じなんですかね、それ。ワールドカップ優勝っすかするみたいなもんですよね。そうですね、メンバー入ってモチベーションっていうか、一気に人気も人気とか注目されるじゃないですか。大変でした。そこで一回リオで行けなかった、リオ選ばれなかったんですけど、その後の1年間で一気に結構結果が出て、それこそ優勝できたりとか、その後が一番逆に沈んじゃいましたね、私は。そうです。はい、今となってはもっとそこで踏ん張ればよかったなって思いますけど、その時は余裕がなくて、一気に勝つのが当たり前になってしまったりとか、自分の中でもハードル上げすぎて、なかなか練習に身が入らないという人もありました。難しさの基準というか、はい、設定はなんか結局自分に集中するしかないっていうところ、ね、落ち着きますよね。確かに、いいアドバイスがあったらお互いに共有してみましチャンネル登録お願いします。